子で歩ける嬉しさに小さい頃が浮かんできますよおっかさん。ここが二重橋記念の写真を撮りましょうね。優しい川田兄さんが田舎の話を聞きたいと桜の下でさぞかし待つだろうおっかさん。あれが九段坂あったら泣くでしょう兄さんも。ここが浅草よ。